じゃん。あのなんか。それからびっくりさせついでって言ったらなんなんですけど、入居者でうんとテンションの高いのが一人いましてね。今の人にもですか？いや今日すねちゃって大変かもしれないんだけど、会ってもびっくりしないでくださいよ。今日は特別なんで。いつもねえですか、いつも。あ、どうぞお座りになってください。今主人呼んできますんで。そんなにすごい入居者なの？いや、ウーヤンっていう前髪パッツン野郎なんですけど。前髪パッツン？なんであそこのラインできんだろう。マコ大丈夫かな？大丈夫さ、基本的に楽しいやつなんで全然大丈夫ですね。夏目、相変わらず景気悪いんかい？夏目、余計なお世話だね。いや、ウヤ君さんね、私もまだ正式に決めたわけじゃないから。はぁ、はぁ、そんなにみんながね、私に反対だったらどうしてもってわけじゃないから。何それ、何それ、何言ってんですか？それってひどくないですか？その程度のことでやめろって、それ相手に対する愛はあるんですか？愛はあるんですか？相手に対する愛ってどういうことかな？はぁ、本当はウーヤン見て決めようと思ったんでしょ？私見てから決めようと思ったんですか？ウーヤン君見ているの、私の何が気に入らないんですか？限ったことじゃなくて、みんなにも会ってみてね。はぁ、じゃあ何ですか？ここにいるみんな見て決めようってことですか？私たちの何が気に入らないですか？本当に信じらんない、本当に信じらんない。そうかな、だって当然のことだと思うけど。いや、それって違うんじゃないですか？違うんじゃない、大事なのって本人同士の気持ちなんじゃないですかね。ウーヤンがどうとか、みんながどうとか、ね、そういうのって関係ないんじゃないですか？ないですか？本人同士ってのは私の娘のことだ。娘いるんですか？あなたは何を考えているんですか？娘さんの気持ちを考えたことがありますか？娘さんは悲しんでおられますよ。ちょっとはるかさん、この人全然いい人じゃないじゃないよ。あんたパンツ一丁で走ってきなさいよ。みなみちゃんって女の子のすんげーデブ来てるけど、あら学校のデブか？前頭何枚目？クラスメート。今の時あんなギャルメイクしてるやついるんかい？ちょっと失礼なこと言わないでよ。マーコ、すんげーデブくんぞ。相撲取りだ、相撲取り。なーに、あのデブ肉食いに来たんかい？おい、ちゃんこはねえって言っときなバーン。ちゃんこはねえって言ってんじゃねえよ。ちゃんこはねえって言ってバーン。でもバーベとか行って煙とか服とかにつくと臭いし、結構最悪じゃない？そう、楽しいじゃん。どうも、はるかのクラスメイトのみなみです。ほら、ご挨拶して。あ、まこちゃんです。え、この人もあれ、頭弱い系。頭弱い系とかそういう言い方やめてよね。あれ、じゃあなんて呼べばいいわけ？でも実際さ、弱い系でしょ。別に区分けしなくてもいいじゃん、まこちゃん。わかるか、おや、おなかに、マコのことだけ考えて生きてってくれるからな、ウヤ。頼むよ。俺の代わりに、マコのことだけ考えて生きてってくれるから、ウヤ。頼む。俺の代わりに。どうしたの、一本先生。大丈夫？優しさっていうか、一人で生きていくんじゃなくて、みんなで支え合って生きていく中で、いろんな人がいて、でもその一生懸命生きてるっていう姿の中で、こう喜びと悲しみをなんかうまく表現させてるっていうのが、毎回あるあるって思いながら、で今日の口づけなんていうのはもう日常生活の中でもうちょくちょく経験してることなんで、そのまんまで共感しまくりですよね。すごいね、ついてくるところがね、すごいなと思います。初めて映画見た時にスマート2人で号泣して、もう脱力感がすごくて、スマートで自分たちじゃないだけじゃないんだ、もともと実話をベースにしてるっていうのは聞いてたんで、それでまあ自信というか、まあ、頑張ろうかなっていう思えたのは事実。感激しました。感動しました。子どもたち連れてきてもらって、いや、素晴らしかった。嬉しくて嬉しくて。
茶で一旦お待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。口づけは私2回目なんですよね。で、笑顔も見たって話しか分かってたんですけど、僕泣いちゃいました。そうですね。待ってても泣いちゃいます。私は初めてなんですけど、泣くのはもちろんなんですけど、思いっきり泣いた後にすぐ笑えるっていうのがね、すごいすごいとこだなと思います。そうなんですよ。なんか、そう、笑わせて泣かせるっていうのがやられたなっていう。笑って泣くなら私も泣いた後ですら笑えるっていうのがすごいなと思います。数年ぶりに私口づけのこの舞台を見させてもらったんですけども、なんか以前に増して内容もさらにグレードアップして、正直笑いもあったんですけど泣きっぱなしでした。本当にありがとうございました。私も障害児を育てて、障害者の親として本当に思いっきり考えさせられる作品で、もういろんなこと考えながら泣きました。すみません。今一度家族を兄弟を支えていかなければなって再確認できる、それぐらいすごくいい劇でした。本当に、感動しました。Hello everyone! I'm Takayuki Takuma. In this video, we have introduced the Sapporo production of TakuFest 2020.、We perform in Sapporo every autumn here in Doshin Hall.And the Sapporo audience is always amazing. So, if you have any chance to visit Sapporo, please come and see TakuFest. See you!